どうも、桜井徹です。Until Dawn 続きをプレイしていきたいと思います。前回までは、なかなかの人間ギスギス関係。いやー、素晴らしいですね。ホラー映画の匂いがプンプンします。しかもちょっとね、B 級っぽい匂いがします。楽しみです。さあ、続きをやっていこう。さて、どこに行けって言われたの？この、マイクと、なんだっけ？この人名前なんだっけ？マイクと、エミリー？かな？はい。間違ってた。ごめん。まだね、人物がうまいこと馴染んでない。俺の体の中で。頭の中か。ねえ、マイク。ジェスだった。いいじゃん。取ろうぜ。せやな。ジェスか。ジェシカだね。よし。オッケー。悪くないけど、次は私に取らせてね。ああ、いいよ。でも、言っとくけど、自分たちにカメラ向けて撮るのって意外と難しいんだぜ。完全に自分中心で撮った。コテージを見たいの。何？もう撮らないの？あ、そう。うん。今の写真面白いな。もうちょっとコメントしてくれてもいいのに。ちょっと、熱すぎるんだけど。そんな時は俺に任せて。せやな。何を任せるわけ？まあ、いくつかアイディアがあるんだ。例えば？ずいぶんほったらかしにされてたんだな。もったいない。プライベートなエリアなんだね、ここは。了解。どこに行くんだろう、本当に。何を目指してんの？どうした？私たちの間に割り込もうだなんて思ってるなら、エミリーって本当バカだよね。私たちについてきてクマに食べられちゃったらラッキーって感じ。エミリーに当たるな。まあ確かに手に余るけど、でも多めに見てやれよ。振られてまだ傷ついてるんだ。でもそれは私の問題じゃないし、あなたのでもない。ああ？エミリーに近づくな。それはあまりにもジェスがかわいそうだから、まあね、同意する。ああ、だな。ウセロの意味を彼女が理解できないのは俺のせいじゃない。だよね。辞書を見たらどうって感じ。いやー、ほんと、なんか、なんか、あーんって感じな子たちが多いね。はあ。こっからに乾ききってるな。パッ。発電機があるって言ってなかったっけ？はいはい。いや、発電機をなんかつけないと足元も見えねえとか言ってたな。鍵が、ん？これ何？あ、これは。もう発電機。うるせえな。うわ。今のはジェスが殴られる未来か？いや、あれはジェスだったのか？あれは、例のものって？アシュリーなのか？よし、さてと。スイッチオン。どうだ、やるじゃん俺。え？スイッチ押しただけやろ。お、ついたついた、いいね。まるで魔法ね。せやろ。あ、びっくりした。もう俺驚きすぎ、もうすっ転ぶか思った。このゲームあれね、ためとかないのね。そのすごいインスタントでバンって驚かしてくんね。はい、開ける。これでバッチリだ。すごくいいでしょ。ああ、ほんとこれ最高ねえ。でしょ、すごくいい感じ。なになに、どうした？興奮してる？そうは見えないけど。もちろん興奮してるさ。してる、えらい、あちこち見てるけどね。いろんな意味でキョロ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 してる。ああ、興奮してる。え、どっち行けばいいの？ああ、こっちか。
どこまで行くんだ？なんか離れみたいなのがあんのかな。あの事件の。ああ。ああ、捜査はまだ続いてるらしい。なんかずっとしてきた。うん。安らかに眠ってるといいけど。まあ、二人がどこにいようと、きっと俺らの思いを感じてくれてる。すごくポジティブなのね。いけない？ポジティブっていいことだと思うよ。なんもねえなこの辺。コンビニもなさそうだね。てかよくこんな路地か。え？今の聞こえた？確かに何か音が。明らかに変な音だったけど。くそ。どこ行くのこれ。道が塞がれてちゃコテージにたどり着けないな。勘弁してよね。せやな。古臭い不気味なロッジに戻ってエミ。はっ。ジェス。くそ。おいジェシカ。うん。私は大丈夫よ。もうなんだよビビったじゃねえか。私だって怖かった。頭とか打ってない。暗くてよく見えないけど今のところちゃんと手足はくっついてる。よかった。出られそう。ああどうかな。ここ暗すぎて何も見えないよ。カート。いや降りれるだろ。女の子も降りれたんだ。よしそっち行くからじっとしろ。おっ、びっくりした。ねえ王子様、このカート一緒に動かしてくれる？はいはい、今後ろに変な人来てるから急ごう。動かすの手伝ってくれ。オッケーって今一緒にってあんたが言ったんやろ。一緒にうめくとこ想像したけどこんなんじゃなかったね。受けてる。もうカートに乗っていこうぜ。あのどっかのゴリラみたいに。まあ R1 でサクサク進むか。あ、L1 だ。え、何の音？あ、ほっ。え、あ、もうやだ。ねえ、大丈夫？今押せてなかったんだ。なになに、くじいた？ほんともろに食らっちゃったね。どうも。歯はまだあるな。よかった。本当、そうね。進んでいきましょう。こっちかな。なんかここ気味悪い。背筋がゾクゾクする。リラックスできるように優しくしてやろうか。コテージに着くまで取っといてよ。まあコテージに向かってんだね。あ、じゃあ離れだ。要は何？葉巻？見えないけどね。新しい。誰が来たんだ？葉巻なんてするんだ。なんだこれ？なんか歴史を感じるな。ドリームキャッチャーがある。なんかすごい。先住民が描いたのか。なあ。炭鉱の人がこんな素敵なもの描くとは思えないしね。素敵なもの？これってなんか祠の。大丈夫？危なかった。ここにいるのは危険そうだな。ねえ早くここを出ようよ。そうね。お、これなんか持ってけんの？もしかして。持ってけるわけないか。いや落ちてきたさ木をバット代わりに殴れんのかなとか。まあけどまだこの人たちは殴る対象がいることも知らないもんな。これなーに？地図だ。まったく危ないところだぜ。めっちゃデンジャーって書いてたね。ぐいぐい行くねジェス。
恐れ知らずやな、君、懐中電灯も何も持ってないのに。ぐいぐい行くね。いやー、男らしい。ちょっと性格悪い、ダメな子やなって思ってたけど。男らしいね。はい、行こう。ああ、出た出た。よかったよかった。さっさ、コテージが近くだといいね。これなんだ？ああ、特に触れはしないんだ。キャビン。キャビンっていう映画があったな。ホラー映画だね。あの、すごいじゃない、いろんなホラーのモンスターが出てくる映画。想像しちゃってた。ベッドルーム見たら驚くぜ。マジで？まさかのビップ待遇なわけ？ああ、エアフォースワンにでも乗るか？はいはい、それはね、望遠鏡。まずは森を見て、次に雲、そしてコテ。何？あ、うわ。え？どうした？コテージに誰かいる。え？どういうこと？見せて。もう一回見んの？なんだよ。なんだよ。なんで目離したよ。右を見て、左を見て、下を見、あれ？いないな。もう一回出てこないのか。天丼じゃないのね。また酒でも飲んでたの？誰もいないぜ。あ、そっか。はい、問題なかったのね。なんか一瞬変なの見えたけど。そばを離れるなよ。なんで？ほら、この看板に熊出没に注意って書いてあるからね。ねえ、マイク、超いいこと思いついちゃった。何？熊を探しに行くの。は？どう？ねえ、お願い。あ、バカなの？おい、そいつはやめておこうぜ。これどうすりゃいいんだろう。こっち行きゃいいのかな。キャビンって書いてんな。よいしょ。あー、やっとキャビンに着くのか。キャビン？コテージ？よくこんな、いや俺絶対寒いからこんな離れたコテージの部屋がいいって思わないわ。ロッジでいいじゃんね。あったかいしさ、みんないるしさ、お酒もあるしさ。毎回このみんなとご飯食べようって。あ、ヘラジカだ。うわ、びっくりした。気をつけてよね。俺が気をつける問題かい？羽の生えたネズミさん苛立つ。羽の生えたネズミが、うーん、かわいそうに小鳥さんのせいでお漏らしでもしちゃったの。知らないのかよ、こいつら病気持ってんだぞ。なんか薄い話してるな。まあ、この人たちはこの人たちで楽しいよね。まだつかないの？もういいんじゃないかな、そろそろ。このジェスずっと先頭切って歩いてくれてるけど。ジョッシュの野郎、俺たちをここに送り出す前に片付けとけよな。マジ？なんで？あなたって意外と文句が多いタイプなのね。いいアイデアある？下がってネガティブ君。おいおい、カッコつけかよ。ねえマイク、顔に何かついてるよ。ほら。あ、イライラする。ああ。そういうことするのかよ。はっ、いない。ジェス、ジェス、まあ、自業自得かな。
お風呂に入るとこなんだけど。そうか、なら風呂入るの手伝ってあげようか。ナイストライね。あったかいお湯出るの？ねえジョッシュ、あなたの別荘なんだからお湯の引き方ぐらい分かってるはずよね。ノーコメント。お湯出ないの？そりゃさすがに寒いべさ。ジョッシュさん、ないない、なんか変な音したね。もうやだよ、変なドッキリするの出てくんの。まあ、ドッキリするの出なかったら、まあ、それはそれでちょっとこの全部ゲーム的に大丈夫ってなるけど。これ何？ヨハン・ディ・スミス、タトゥーアーティスト。何これ。2013年3月18日9時30分か。予約？はあ。これは何の手がかりになるというの？あらかわいい。メリークリスマス2010ジョッシュより。閉じる。これは？パーティー、ハンナへ。今度超活かしたパーティーを開くんだけど来てくれたら嬉しいな。時間午後7時から。2014年7月13日、マイクの家、過去俺の家。返信待ってるよ。あ、これ撮れたの今。ほっ、あー、ハンナはマイクのこと好きだったんだ。あのあれだね、いじめられた子だね。ふん、かわいそうに。好きな人にひどい仕打ちをされるのは辛いよね。そら半袖で雪山出てくわ。マイク中毒って感じね。そうね。 C が多いあなた、うまくいかなそうです。それはまるで男の中の男である彼に対して、あなたは家で刺繍やピアノの練習に励んでいるようなもの。諦めましょう。出なければ家出をしたり入れ墨を掘ったり、なんか大それたことをしましょう。彼の気を引く行動を起こすのです。それは全て愛のためでしょ。とにかくやってみて。この恋愛相談クソだな。なんだかな、ハンナ、もしかしたら入れ墨、あ、だから予約してたんだ。真面目な子だね。タトゥーショップにね。そこまで本気だったんだ。お、なんだこれは。ハンナ、ジョシュ&ベス、サムのハロウィンパーティーにご招待。2013年、おしゃれ必須。あれ、これ見たことある。あ、ヒル先生が見せてきたやつだ。さ、ハンナの部屋はこんなもんか。さて、他に見るものは？こっちはもうこれ以上行けないか。了解。とりあえず上手ですわ。お風呂入れないんだけど、私。お風呂もう10時半だしさ、お風呂入って寝たいんだけど。どういうこと？下にいるのか、みんな。記憶が正しければ、このでかい家のどっかにウィジャボードがあったはずだ。ウィジャボードってよ、コックリさんみたいなもんだよね。なことないさ、いつもやってたんだから、俺と。ジョッシュ、お湯が全然出てこないんだけど、直すつもりはあるの？ああ、大丈夫だって。ボイラーに火をつけりゃいい、地下のやつ。よし、二人はウィジャボードを探してきてくれ。クリス、探しに行こう。
なんか宝探しみたいじゃん。分かった。行こう。いいね。後で感謝しろよ。君も一緒に来るかい？じゃあ行く。はい。まあ後々そのウィジャーボードをやる未来は見えるわな。地下に通じてるんだ、そのまんま。これが地下？地下に見えないけど。なあ、何？クリスとアシュリーをわざと組ませたの気づいたか？あ、そういうこと？二人の時間が必要なんじゃないかって思ってね。ええやつやな。どうしようかな。からかう。クリスがとっとと告ったらいいんだけど、振られるんじゃないかって思って彼ビビってるんだ。それはありえないね。どっちも？どっちもだ。アタックしなきゃ振られること絶対ないし、クリスは銃を押し付けなきゃこくらない。よくわかってんだね。ありがとうさん。なあサム。何ジョッシュ。言いたいことがあって。何？みんながここに戻ってきてくれて本当に嬉しいんだ。特に君が来てくれたことが。みんな応援してる。ジョッシュ、友達でしょ。ねえ、いつだって力になるから一緒に乗り越えようよ、みんなで。ああ、楽しんでくれればいいんだ。だろ。ジョシュはあれかな、そういうことを言いたかったんじゃないと思うんだけど。全然楽勝だよ。そうか。気がある感じだよね、このサムに。特に君がとか言ってたからさ。それともそれは軽口なのかな、向こうの。けど思いがあって言ったのに、サムにさ、あなたは友達だからって言われたら、ってなるよね。地下に引っ張り込んじゃって悪いな。ああ、お湯を出してくれさえすれば超ご機嫌になるから。まあ一人でここに来させたりはしないよ。だろ。確かに。なんだか君が悪いしね。ああ、一人で来る場所じゃない。せやな、バッツがある。いいね、真剣に。いや、面白く聞こう。雪の中で野球するのって大変なんじゃないの？いや、冬じゃねえよバカ。夏の時にここに来たんだ。最高に楽しかったぜ。親父に、お袋に、妹たち、家族みんなで一緒に広い芝生の上でマジな試合とかしたんだ。でももう戻れない。これが現実だ。そうだろ。完全に地雷やな。このオンボロを直さないと始まらないよな。せやな。ねえ、これ持ってくれる？今のは？今のってなあ、手元が見えるよう照らしてくれ。あ、出た。動かすな。動かしちゃった。俺が見えるようにさ。はい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 、わかったわかった、わかったわかった。コントローラーを水平にすりゃいいんだな。水平。サム、なんでこれ動かしてるつもりはないんだよ。ないんだけどさ、なんかふわーって動くんだよ。これでいい？動いてないよ。動いてない。動いてない。動いてないね。そう、動いてないと思う。動いて、おい。すんごい過敏。それよりこっちが先だ。ボイラーに火をつける前に水圧を上げないといけない。なんだか難しそうだね。いや、すっごく単純さ。
で、ナイスライン。持つ、ひねる。く、く？はあ、大丈夫だ。さあもう一回やろう。はあ、クック、わかんないよ。どうすりゃいいの。ボタンを押せばいい。ライトがついたらボタンを押せばいい。わーっと上がった。やるよやるよ。なんのこんな難しいこと俺がやらなきゃいけんだよ。女の子やぞ。ああ。ライトがついたら？ここ！できた。おお、いい感じじゃん。やったら、ハイタッチだ。できた、ハイタッチも。ああ、難しかった。何がいてもおかしくない、凶暴な奴ら。ねえやめてよ。ただの冗談だよ。お前マジでビビってただろ。ビビってなんかない。ビビってなんかないって。そっか、なんとなくエアロビしたくて飛び上がっただけだもんな。絶対に怖がってない。ちょっとバカなこと言わないでよ。飛び上がってなんかいないし、さっきの今のは何ってのも、こんな気味悪い地下室で物音が聞こえたら普通は言うもんでしょ。ねえあなたも聞こえてるよね、ジョッシュ。なんだ。なんかリズムもやけに規則的。え、そうか、全然そうは思わないけど。男前やな。ちょっと調べてくる。なあ、ちょっと調べてくる。私が見てくる。何を？どうして？何ビクついてるわけ？あの音だったらきっと気のせいだよ。じゃあ私が中に入ってる間留守番しててよね。はい、お気に召すままに。男前やな。どんどん行こう。おお、びっくりした。クリスだ。引く引く押す。何、なんで鍵がかかってるの。不審者が入れないようにさ。よう、何よう、どういうこと。じゃん、見事に引っかかった。マジ？いいね、やるじゃん、さすがだ。どうして、なんでこんなことするかな。映画の小道具がかなりいっぱいあってさ、ならばって、せっかくだし使わない手はないじゃん。は？冗談でしょ？あなたもグルだったわけ？いや、そうだったらよかったけど、最高だ。悪趣味。じゃあちょっぴり、このバカないたずらが面白かったって認めてあげてもいいかな。天才だろ。ちょ、そんなこと言ってないし、バカだなって言ったでしょ。やっぱりな、怖かったんだろ、認めろよ。いや違うって。どうせちびったんだろ。ジョッシュ、ねえちょっと一体何来てるの。ついに天職を見つけた。じゃあ沈黙の誓いを立てるって言って。で、例のものは見つけた？じゃじゃーん、見よ、霊界への片道切符だ。私はパスするね。一晩でもう十分怖い体験をさせてもらったし、私の水晶玉にはお風呂が映ってる、ってことでバイバイ。あ、それとジョッシュには気をつけてね、企んでるから。さて、お、戻ってきた。
超常現象を恐れる人についてどう思うか教えてほしい。幽霊や精霊、ベールの向こうにある不可解なもののことだよ。同じ恐怖を持っているかね。そんなことはないんじゃない？精霊とかはね、なんかちょっとプラスなイメージがある。では君は怖がっている人についてどう思う？怖がってる人？何をかにもよるよな。例えば高所恐怖症の人が怖がってても自分は怖くないから、なんで今気づいたけどゴキブリと臓物が置かれてんの感じ悪いな。どうしよう、感じないかな、怖がってる人に。なるほど、マイクは孤独を恐れている。かわいそうだと思うかね。別に。確かに君の選択からそのことがわかる。じゃあ今度は君が他の人に抱いている感情を掘り下げてみよう。いいね。自分や他人のどんなところを大事にしているかということだよ。他人と接するときに大切にしているのは忠誠心か誠実さか。誠実さでしょう。ではたとえ友達がどんな状態になろうとも真実を伝えると、では誠実さと思いやりでは。誠実さと思いやり、どっちが大切かって？友人関係で誠実、いや思いやりじゃない？思いやりが人間関係を続けていく上では重要だと思うよ。心優しいようだな。さすがだ。あくびしてんじゃないぞ。おい、あんた先生だろ。あくびしただろ今患者の前で。次回とかじゃなくてさ、あくびしたやろ。あ、終わるわこれ。あ、終わったわこれまでのあらすじ。ふざけただけよハンナ。ブラックウッドで起きた痛ましい事件から今日でちょうど1年が経ちました。ハンナもベスも俺たちがまだ仲間でいて二人のことを忘れていないのを喜ぶと思うし。ああ、ちょっとなんだか親密になっちゃってる。どう？バタフライエフェクト。あれね、今なんか言った？ああ残念、色仕掛けに夢中で聞こえない。やめろマイク、俺が前に話した例のコテージを見てこいよ。なあ、わかった。今の聞こえた？ねえちょっと一体何着てるの？いや、霊界への片道切符だ。あ、それとジョッシュには気をつけてね、企んでるから。そういうことするのかよ。ジェス、ジェス、よし、どれどれ。霊と交信するには先入観を捨てて、抑制を忘れ、すべての欲望と意志を他のものに委ね、高齢術師が引き起こす現象に身を委ねなくてはならない。つまり僕に。嘘ばっかり。参加者全員が指示に従い服を脱がなくてはならない。ブレスコラ、真面目にやれよ。俺は至って真面目だよ。もういい、早く始める。ああ頼む。はいはい、やってみるか。アシリー、最近回収したことだし霊媒師役やる？ふん。アシュリーはどんな子だ？まあ、真面目な子でしょ？じゃあ真面目に。オッケー。
誰かいる？もしここにいるんだったら姿を見せて。ちょっと待った。動かした。何もしてないよ。また動いてる。H、 なんだって？待って、どうなってる？動かしてる？勝手に動いてるんだよ。嘘だろ。助けて。一体どうやって？わからない。これどういうこと？せめて相手が誰なのかわからないと。どうやったら助けられる？どうやったら助けられる？また動き出した。うわ、なんて言葉？ケイ。動きが早い。ケイコ。なんだよ。ああ嘘。警告。僕たちが誰と交信してるのか突き止めないと。じゃああんた誰？正体がわからないと助けられないよ。あなたは誰なの？もう動き出した。いいぞ。 S I S T E R シスター。妹？誰のだよ。こんなの嘘に決まってる。うるさい。誰の妹か聞いて。ジョッシュ、相手は多分。ああ、でもじゃあどっちのことだよ。アシュリー、聞くんだ。どっちだ？どっちに聞こう。頼りになるのはベスだよね。ベス。あなた一体誰なの？ベス、あなたなの？あ、そんな。嘘だろ。ジョッシュ、あなた平気だ？本当に？なんならやめたって。いや。おい、無理するな。何を言うのか聞きたい。何から始めれば？いいか、もしこれが本当にベスならなら、あの夜何が起きたか分かるかも。そうね。うん、それじゃあ。あなたに何があったの？ベス、あなたたちにあの夜何が起きたか知りたいの。 H AN N ハンナだ。まだ動いてる。 K I L L 嘘でしょ。殺された？なあ、一体どういうことだ？もうやめたくなってきた。続けないと。とにかく落ち着こう。多分ハンナは誰かに殺された。わからないよ。じゃあ質問を変えよう。ハンナを殺したのは誰？誰がハンナを殺したの？ L I B 図書室だ。図書室に何かあるのかも。 B R O O 証拠、証拠があるのか。図書室。何なのこれ、クリス。いいか、こんなのデタラメだ。現実じゃない。ジョッシュ、私にも訳がわからない。いいか、俺をからかってこの悲しみを乗り越えさせようとしてるのかどうかわからないけど、こういうのマジで迷惑なんだよ。ジョッシュ、ちょっと、ウィジャボードをやりたかったのはあなたでしょ。落ち着けよ。アシュリーのせいじゃない。ふざけたことしやがって。もうたくさんだ。ねえ、追いかけた方がいい？いや、どうかな。きっと平気だよ。そっとしておこう。ジョッシュは悪くない。あんなのおかしいもん。物が勝手に飛んでくなんて。君がやったとしたらお見事の一言だよ。私何もしてないってば。言われた通りにしてみない？図書室を覗いてみようよ。はあ、どうなるんや。ジェス。ああ、自業自得が帰ってきた。よいしょ。
はい、じゃあ時間がちょうどいいので、ここで一旦区切りたいと思います。ちょっと物語が動いてきた感じがします。どんな風に展開していくのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。